脳の力は3歳までに決まると誤解している人が多いでしょう。しかし、 人は年をとっても脳の力は大学を卒業した頃とさほど変わらないだけでなく50歳を超えてもなお脳は成長します現代人は定年イコール人生の終わりという意識を持ってしまいがちですがこれは今すぐ改めるべき考えです定年後もまだまだ脳が成長する人生が用意されていて定年後はむしろ第二の人生のスタートだからです人生の終わりなどと考える と脳は成長を途端にやめてしまいまいすむしろ何歳になっても自分は永遠の50歳なのだという意識を持つべきなんです。人間の脳はいくつになっても無限に成長するという勇気づけられる事実をどうか覚えておいてください。 皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。今回は加藤敏則先生が書かれた50歳を超えても脳が若返る生き方をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただきましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速一緒に脳について若返る生き方についてお勉強していこうではありませんか。本日のお品書きは次の通り 1弦で80歳でも脳が若返る脳を劇的に変える秘伝の方法トップ5について2言で80歳でも脳が若い人は毎日〇〇を食べていたということについて解説していきますそれでは早速1弦の80歳でも脳が若返る脳を劇的に変える秘伝の方法トップ5から解説をスタートしていきます さて、鏡を見れば、顔にシワが増えてしまったと悩み、自宅の階段を登ることすら、億劫になってくるのが、だいたい50代頃でしょう。肉体の衰えと同時に、最近、物忘れがひどくなってきた、人の名前が覚えられないよと、感じていらっしゃる人も多いかもしれません。そんな人はぜひ、本書で解説されている、50歳を超えても脳が若返る、素晴らしき秘伝の方法を実践してほしいと 思います加藤先生は脳内科医ですが脳を語る上でぜひとも知っておいてもらいたいのは人の脳はいくつになっても無限に成長するという事実であるとおっしゃっていますたとえ年齢が50歳を超えようとも脳は自分の心がけ次第工夫次第使い方次第でまだまだ成長するんですそして脳が成長を続ければ第二の人生は確実に豊かなものになります す ですから、五十歳になったら、再びゼロ歳になったような気持ちで、脳の成長を促し、第二の人生を謳歌してほしいと思うんです。日本人の平均寿命は、今、皆さんご存知の通りで、どんどん伸びていますよね。そして、日本人の寿命が百歳に達すると言われているこの時代です。人の寿命が伸びているのに、八十年以上を健康に生きるための秘訣は、学校も会社もちゃんと。 教えてくれません。 そのための情報は積極的にあなた自身が能動的に取りに行かなければいけないんです。ですが安心してください。本書にはその答えが書かれております。本日ご紹介する内容をコツコツと実践していただければ脳が成長し、ボケを予防し、脳が若返り、いつまでも健康的な人生を歩むことが可能となるでしょう。先ほど人間の脳はいくつになっても無限に成長する と申しし上げましたこのように言うと本当かよと思う人いるかもしれませんが本書には「 実際に80歳から脳トレを始めた人の脳がたった1年間でものすごい成長をした時の脳の画像が掲載されております。著作権の都合上、ここで画像を載せることができないのは残念ですが、実際に本書を手に取って見てもらえればわかりますが、明らかにね、脳が目で見てわかるレベルで変化しているんです。頻繁に使われる部位が大きく発達しているのが観察できます。 皆さんは脳というのはそんなに変わらないよと思っているかもしれませんがしっかりと脳を使い続けて脳を活性化する習慣を続けることで脳は80歳からでも100歳からでも何歳からでも成長を遂げるんです脳の専門家である著者がこのように言うのですから信憑性があるでしょう脳は筋肉と同じようなものなんです筋肉は鍛えれば何歳からでもたくましく成長 成長してくれますよね。 脳だって同じなんです。脳もしっかりと鍛えたり、活性化させてあげることによって、筋肉と同じように死ぬまで成長するんです。この非常に勇気づけられる事実を、まずはしっかりと覚えておいてください。そして、何歳になってもぜひ、脳を使うということをやめないでいただきたいんです。脳を使わない生活。こんなものは、どんどん脳のみならず、肉体も老化してしまう、最も避けるべき生活。 と言えますそして老若男女問わず人は自分の脳が活発に働いてくれれば楽しくなり生きているという実感自分の人生に対する満足感を得られるようになります。鬱っぽくなり頭がすっきりせず ぼーっとした状態は、つまらない長話を聞くのと同じぐらい退屈な状況です。言い換えるのであれば、目は覚めているが、脳は働いていない人は苦痛を感じながら生きているんです。まるで脳がぼんやりとしていて、眠っているような状態で、生きている状態。 起きているのにまるで眠っているようなぼんやりとした意識で毎日過ごしていたらそりゃ当然人生の幸福度は高まってはくれないでしょうそして皆さんご存知の通り私たちの脳の認知機能などは年を取るにつれてどんどん低下していってしまいます現代人は 定年イコール人生の終わりという意識を持っているようですですがそのように思っていたら本当に人生が終わってしまうでしょう私たちの心の持ちようやマインドというものは現実の結果に非常に大きな影響をもたらすということが心理学の研究によって明らかになっておりますですからもう自分の人生は終わりだと思っていたら本当に人生は終わってしまいますもうこれ以上自分の 脳脳はは成成長長ししなないいいやと思っっててて諦めめたたら本当にあなたののそこでをを止め老化の一途を辿ってしまいますですが逆に実は定年後もまだまだ脳が成長する人生が用意されていて定年は間違いなく第二の人生のスタートであるこれから楽しい人生が始まるんだと捉えることができれば脳は成長を続け何歳になってもあなたは若々しく健康に 生きていくことができるでしょうですから 決して人生の終わりなどと考えてはいけません。そう考えてしまうだけで、あなたの脳は成長を止めてしまうということを忘れないでください。ちなみに、女性と比べて男性は、老後を楽しめない人が多いようです。男性は、50歳からの人生、特に仕事を辞めてからの人生を、なぜか楽しめない傾向にあるようです。実際、脳は女性より男性の方が不健康であるということが、 分かっています。 その理由は多くの男性がこれまで仕事一筋で生きてきたからでしょう。男性は若い頃から仕事ばかりの毎日を送り、そしてやがて定年を迎えるんです。するとその男性の脳は会社人としての専門性ばかりが確立され、そのような脳は確かに仕事に関しては活発に機能してくれますが、仕事以外の、例えば趣味に対しては機能しにくくなります。結果的に定年 後無気力になり最悪のの場合認知症症を発ししててまうこととももあるのでで危険です終わり良ければ全て良しという言ざがありますが、たとえ若い頃に仕事ばかりをして苦労していたとしても、50歳以降の人生が素晴らしいものになれば、その人生は良かった人生、満足のいく人生だったと思えるのではないでしょうか。 だからこそ特に男性は注意して50歳からの人生をもっと楽しんでもらいたいんです。人は 50歳ぐらいまでなら脳を意識的に成長させようとしなくとも老化して衰えることはほとんどなく認知能力や運動能力も横ばいです。しかし50歳を超えたらそうはいかないんですね。脳の衰えがひどい人ほど認知症になる確率が格段にアップしてしまうんです。ですが50歳を超えても脳を成長させ能力をアップさせれば認知症を遠ざけることもできます。 では、具体的にどうすればいいのか、まずお伝えしておきたいのは、男性よりも長生きで、いくつになっても輝いている女性を参考にするべきだと、著者は述べています。仕事一筋の男性に比べ、女性の多くは、家事や育児をしながら年齢を重ねます。そんな女性が、男性と決定的に違うのは、自分の趣味やおしゃれに強い関心を持っているということなんです。また 女性は近所付き合い、人付き合いなども活発で、人と話をすることで、情報収集能力や拡散能力が養われ、それと同時に脳も活性化させているんです。ですから、定年を迎えた男性はもちろんのこと、30代、40代、50代のうちから、女性のライフスタイルを取り入れて、脳の老化を遅らせることが重要と著者は述べています。料理や掃除などのの家事をするのも良いし近所の人 人とコミュニケーションを図るのも良いでしょう人間の脳は社会的に孤立すると必ず劣化します 定年後、仕事の人間関係がなくなってしまったら、それと同時に、自分の全ての人間関係が一気になくなってしまったという男性が後を絶ちません。そうならないように、若いうちからしっかりと仕事以外の人間関係の構築に時間を使っておくべきなんです。さて、ここまでで脳に関して絶対に抑えておいてほしい知識をお伝えしてきました。脳は何歳からでも蘇る。何歳からでも成長する。 80歳、100歳からでも遅くはない。この事実に勇気づけられた人も多かったと思います。さてそれではここからはいよいよ脳を若返らせるために今日からすぐにできることをお伝えしていきたいと思います。1万人以上の人の脳を MRI の画像を使って分析、診察、治療してきた 最先端の脳医療に関わってきた著者がたどり着いた普段の生活で脳をいかに使っていけばいいのか、そして脳をいかに鍛えていけばいいのかというマルヒーテクニックを伝授していきます。絶大な若返り効果、脳を劇的に変える秘伝の方法は次の5つになります。1、50歳から人生の思い出を作っていく。2、月に1回何でも許すデーを作る。3、 Google マップで脳旅行。4、嫌な人との交流をやめて嫌なことはしない。5、脳のパワースポットに出かける。 ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきましょう。それでは早速一つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法、50歳から人生の思い出を作っていくについて解説していきます。さて突然ですが皆さんは今病院のベッドの上にいます。年を取り、 病気をして、もう満足に体を動かすことも難しい。あとは自分の生命の灯火が消えるのを病院のベッドの上で待つだけ。そんな時。 あなたが最後にベッドの上で思い出すことは一体何でしょうかこれまでの自分の人生を振り返って最後にあなたは何を思うのでしょうかそれは大切な人との思い出です。楽しかった記憶です。満足に体も動かせなくなり、ベッドから起き上がることもできなくなったその時、あなたが頭の中で最後に思い出すのは大切な人との思い出、楽しかった記憶なんです。これまでの人生で いくらお金を稼いだとかこれまでの人生で自分はいくら成功したとかいくら高い地位についていたのかそんなこと絶対に考えません最後に考えるのは大切な人と過ごした大切な時大切な思い出なんですこのように考えてみれば私たちが人生においてやらなければいけない最も大切な作業は思い出作りと言っても過言ではないでしょうなぜならば結局最後に残るのは それだけだからです。金を天国に持っていくわけにもいきません。地位や権力もいくらあったとしても死んでしまえば何の意味もありません。これを踏まえて お聞きしたいんですが、皆さんは自分の人生を振り返ってみて、楽しい思い出や大切な人との思い出は、大体人生のどのあたりにあるでしょうか結構人生の前半に集中しているという人が結構多いのではないでしょうか実際著者の場合も、楽しい思い出は人生の前半に集中していて、15歳まで過ごした実家での思い出が大半だったそうです。その後、家を出て、 高校生、大学生、社会人として50歳まで35年もの時間を過ごしてきたにもかかわらず思い出ランキングのトップ10は実家での思い出だけなんです。しかしそれは100年の人生の前半15年だけを楽しんで残りの85年はあまり楽しんでいないということになります。50歳を過ぎても私たちの人生はまだまだ長く60代、70代、80代とこれから続いていき ますですから人生の後半も楽しいものにしていかなければなりません人生50歳を過ぎたら楽しい思い出作りをしなければいけないんですそこで著者は50歳から人生の思い出を作っていくということを脳の若さを保つためにも心がけていらっしゃるそうです例えば著者は母と父と新潟県の弥彦山の絶景ポイントに行って3人で写真を撮ったり山頂から日本海に沈 む夕日を眺めたりしたそうです地味といえば地味ですが50歳を過ぎてから得た一番の思い出なんですこのように 一見地味なものであっても、人生の後半に作った思い出を振り返ると、自分の人生に意義を見出せるようになります。すると、人生にやり残していることや、今後やりたいことなどが明確になり、それが残りの人生の羅針盤になるはずなんです。ですから皆さんぜひ、若い頃の思い出ばかりではなく、人生後半の思い出を作るということを意識してみてほしいです。また、 思い出によって幸福感が高まるということも分かっています。そして幸福感が高まりポジティブな感情が溢れ出せば私たちの脳はよりよく働いてくれるということも分かっています。というわけでぜひ皆さん50歳から思い出を作るために例えば新しいことに挑戦してみてはいかがでしょうか新しいことに挑戦することで思い出を作ることができますし知的好奇心を刺激することによって脳に良い 刺激が与えられ脳を健康に保つことができますまた50歳以降は老後のためにも人間関係を作っておくということも重要になります仲のいい人と過ごした思い出大切な人と過ごした思い出を作るためにもぜひ今一度ご自身の人間関係を見直してみてはいかがでしょうかそしてこいつとは仲がいいなとかこの人は大切だなと思う人とより長い時間を過ご 過ごしてみてはいかがでしょうか それではここまでで一つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法50歳から人生の思い出を作っていくについての解説を終わりにし次に行きますそれでは次二つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法月に一回何でも許すデーを作るについて解説していきますさてこれを聞いている皆さんは普段自分の欲望とかしたいことを抑えつけながら暮らしているのではないでしょうか あるいは、そんなに自分の欲望を抑えつけているつもりはないが、仕事や普段の生活では知らず知らずのうちに、私たちは自分を制限してしまっています。このように自分を制限し続けていると、意欲が低下したり、自分のやりたいことを見失いがちになります。そして最悪の場合、現状維持でいいやと諦めてしまい、無気力になってしまいます。これは 脳の自由が奪われている状態ですから、時には脳を自由に解放してあげるということが必要になってくると著者は言います。自分の欲求を抑え続けすぎると、ストレスや不安が増加してしまったり、自分自身に対してネガティブな思考が増えてしまったり、満足感が減ってしまったりと、様々な弊害が生まれてしまうんです。そこで例えば月に一回、何でも許す例を設けてみるというのはいかがでしょうかそして その日だけは自分の欲求だけに従って生きてみるんですこれまでやりたいと思っていたが自分を抑えつけてきたことを全て解放し自分の欲求に忠実になる日を1日作るんです例えば 食べたいものを食べたいだけ食べるとか、欲しいものを何でも買うとか、仕事を忘れてひたすら遊ぶなど、自分がやりたいという欲求に従えば、それだけで OK です。自分の欲求を抑えてばかりいると、いつの間にか欲求はしぼんでいき、意欲が低下し、何に対しても無関心になりがちです。実は。 このような意欲の低下というのは非常によろしくありません。どんどん老化が加速してしまうからです。意欲が低下してしまうと、真っ先に運動とか身体的な活動が減ってしまいます。その結果、 筋肉や骨密度が低下し、老化が加速します。また、意欲が低下することによって、認知機能が低下するということも分かっています。さらには、意欲の低下により、ストレスや鬱病にかかるリスクが高まったり、社会的な交流が減少し、孤独に陥ってしまうリスクもあります。年を取ったら、このような意欲の低下には、ぜひ注意をしなければいけません。ですから、物事に関心を持って、まるしたいという欲求を抱くことは、 自分を生き生きさせるために必要不可欠なことなんです。ですから、定期的に月に1回、何でも許すデーを作る、自分の欲求を再確認するような1日を送ってみてください。ぜひ、羽目を外し、派手な1日を送ってみてほしいと思います。ちなみに、 これと似た考え方に、チートデイというものがあります。チートデイとは、ダイエットやヘルシーな食生活を送っている人が、一定の期間を設け、普段禁止している食べ物や飲み物を自由に楽しむ日のことを指しています。つまり、ルールを一時的に緩めることで、体とか心をリフレッシュさせる日として設けるわけです。 一般的に週に1回や2回程度、あるいは1ヶ月に1回程度定期的にチートデイを設けるということが推奨されております。チートデイでは普段制限している高カロリーの食品やお菓子類、アルコールなどを摂取することができます。 チートデイはダイエットやヘルシーな食生活を続ける上で重要な役割を持っています。長期的に制限された食生活を続けると、ストレスや食欲不振、欲求不満などが生じる可能性があります。それに対し、定期的にチートデイを設けてあげることによって、ストレスを解消し、食欲を満たし、体や心をリフレッシュすることができるんです。 また、チートデイはダイエットやヘルシーな食生活に限らず、人生全般においても有効であるとされています。 チートデイを設けることで普段のダイエットやトレーニングを頑張れるようなモチベーションをキープすることができます。楽しみがあることによって私たちは長期的な目標に向かって頑張れるようになるんです。チートデイを設けることで心理的にもリフレッシュすることができます。ストレスが解消され楽しいことをすることで心が癒されます。チートデイによって普段抑えつけている自分の欲求のガス抜きをするというイメージ でしょうか。 例えば、めちゃくちゃ仕事を頑張っている人がいて、その人が週7で働いているとしましょう。ですが、週7で休まずに働き続けると、確実に生産性や集中力は低下し、効率が悪くなってしまいますよね。そこで、週に1日は全く仕事をしないというチートデーを設けるんです。そうすることによって、心身がリフレッシュされ、むしろ生産性が上がり、トータルとして効率が高まるということが指摘されている いるわけですぜひ皆さんもこういった考え方を取り入れてほしいと思います。ダイエットをしているにせよ、トレーニングをしているにせよ、副業を頑張っているにせよ、休まず仕事をしているにせよ、何か頑張っていることがある人は、チートデーを設けるとか、月に一回何でも許すデーを作るということを意識されてみてください。驚くほどモチベーションが高まり、楽に物事を続けられるようになるということを実感できるはずなんです。 さて、それではここまでで2つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法、何でも許すデーを作るについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次3つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法、Google マップで能力行について解説していきます。さて、 著者が生まれ育った新潟県の故郷は陸の孤島のような田舎だそうです。海岸からは日々移り変わる佐渡の景色が美しく、著者はその雄大さを体感して育ったんです。陸の孤島だけでなく、海の孤島や秘境というのは世の中にたくさん存在しております。ちょっとハードルが高いですが、こんな場所に出かけるという行動は間違いなく脳を刺激してくれます。ぜひ皆さんはこれまで行ったこと がないいい美しい秘境を訪れてただし皆さん忙しいでしょうからせいぜい年に1回か2回程度しか旅行できないかもしれませんそこでおすすめとなるのが Google マップで旅行をするということ Google マップには通常の地図とは違いストリートビューというものがあります世界中の道路沿いの風景をパノラマ写真で見ることができるんですまた 前方をクリックすれば写真は前方に進み、右をクリックすれば右折する。まるで実際にその場所を訪れたような気分になれるんです。このような能力は認知症の予防にもなります。また、Google マップでの能力をに加えて、今では YouTube で様々な陸の孤島、海の孤島や秘境、そして世界中の世界遺産などの動画がたくさん上がっていますよね。こういったものを見て実際に新しい場所、 美しい場所を旅行している気分を味わい脳を活性化させてあげるということも有効だと思います。実際に私もこの本を読みながら YouTube でいろんな美しい場所の動画を見てみました。特に自然いっぱいの絶景などは本当に心が癒されたりとかストレス解消効果が得られるなぁと感じました。ぜひ皆さんも疲れた時などストレスを感じた時などにやってみてほしいと思います。さてそれではここまでで見 3つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法 Google マップで能力王についての解説を終わりにし次に行きます。 それでは次4つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法嫌な人との交流をやめて嫌なことはしないについて解説していきますさて著者は特に50歳を過ぎたら付き合う人や仕事をよく選ぶことも重要であると述べていますもちろん私たちの人生にはやらなきゃいけないことがあるためやることなすことすべてが全部ワクワクするものや楽しいものではないでしょうですが 嫌な人と付き合ったり嫌いなことをするというのは特に50代以降は脳を含む体全体の健康にとって良いことではないと著者は述べているんです。もちろん若い頃は人生勉強のためにと我慢して人と付き合う必要もあるかもしれません。自分の意見を押し殺して社会に溶け込み折り合いをつけて生きていくことも必要だったかもしれません。しかし50歳を過ぎてそんなことをしていれば体を壊す だけなんですつまり50歳までが何でも受け入れる人生だとするのなら50歳を過ぎたら嫌なななこととでで時間を無駄にしない人生へと切り替えるべきなんですだから50歳を過ぎたら道徳心のない人とか所属しているだけでストレスとなるような組織とはできるだけ距離を置くべきでしょう。 人間関係のストレスをなくせば、あるいは嫌な人とは付き合わないという心構えを持つだけでも、心のモヤモヤは晴れて、脳も生き生きとしてくるんです。ぜひ、今持っている人間関係や日々の行動、 あるいは仕事など自分にとって貴重だと思えることをランク付けしてみてください。そして上位のものから優先してやりましょう。そうすることで50歳からの人生がもっともっと充実することは間違いありません。今持っている人間関係もぜひランク付けしてみましょう。そしてランクが上位の自分にとって重要な大切な人と付き合う頻度を増やしてみてください。 また、自分がやらなければいけないことも、ぜひランク付けしてみましょう。そして、下位のものは、思い切って切り捨て、上位のものに集中するようにしてみましょう。さて、それではここまでで4つ目の、脳が劇的に若返る秘伝の方法、嫌な人との交流をやめて、嫌なことはしないについての解説を終わりにし、次に行きます。 それでは次5つ目の脳が劇的に若返る秘伝の方法、行きつけの店を変えるについて解説していきます。皆さんは、行き慣れた行きつけのお店ばっかりに今行ってしまっていないでしょうかもちろんね、行きつけのお店というのは私たちに安心感を与えてくれるかもしれませんが、脳はそれでは刺激を受けていないんです。逆に、 新しい飲み屋や飲食店を開拓するというのは脳に大きな刺激を与える素晴らしい方法となります。特にお酒が好きな人であれば趣味と実益を兼ねることができるでしょう。いろんな店に訪れ選択肢を増やすことが大きな刺激となり脳が活性化するんです。また、 飲食店などに限らず、新しいお店に行ってみる、行ったことがない場所に行ってみるというのは、脳を刺激する素晴らしい方法になります。これまで毎日目の前を通ってはいたけれども、行ったことがなかったマッサージ屋にちょっと寄ってみるとか、近所にあるけれど、これまで行ったことがなかった銭湯にちょっと行ってみるとか、何でもいいので、ぜひ脳に新しい刺激を与えてほしいです。あるいは、 新しいお店だけでなく、通勤ルートを変えるというシンプルな方法も良いでしょう。仕事を終えて、帰宅をするとき、あえて違うルートで遠回りをしてみる。 あるいは、最寄り駅の一つ手前の駅で降りて、家まで歩いてみる。こんな些細な変化でもいいんです。ここで重要なのは、普段歩かない道を歩いたり、足を踏み入れない場所に行くという行為です。遠回りをしたり、一つ手前の駅で降りて歩くということは、なんとなく無駄だと感じるかもしれませんが、その無駄が脳にとっての栄養となるんです。 また、仕事や人間関係など、生きていく上で、私たちは何かとストレスに遭遇しますよね。そんな時は、神社にお参りに行くということも、著者はお勧めされております。何も考えずに、参道を歩き、太陽の光を浴び、肌で感じれば、不思議と心が安らいでくるものです。神社は、日頃使いすぎているあなたの脳を休め。 気分を楽にしてくれる場所ですぜひ神社に行って神様にお願い事をするんじゃなくて日頃の感謝を伝えるようにしてみてくださいあなたの周りにも感謝するべきことがいっぱいあるはずですあるいは感謝するべき人がたくさんいるはずです感謝をするということには 本当に様々なメリットがありますから、ぜひ神社に行って、両手を合わせて、感謝する時間を設けてみてほしいと思います。こうすると本当に、一石二鳥、三鳥にもなるでしょう。それでは、この辺で一言の内容をまとめておきます。ポイント一。 多くの人は年を取ったらもう脳は成長しないと思っているが人間の脳はいくつになっても無限に成長する脳を使い続け脳を活性化する習慣を続けることによって脳は80歳からでも100歳からでも何歳からでも成長を遂げるポイント2 脳は筋肉と同じようなものであり、筋肉を鍛えれば何歳からでもたくましく成長してくれるのと同じように、脳は何歳からでも成長する。そして老若男女問わず、人は自分の脳が活発に働くと楽しくなり、生きているという実感、自分の人生に対する満足感を得られるようになる。また、認知症を予防し、人生の後半の満足度を大きく高めてくれる。ポイント3。 絶大な若返り効果、脳を劇的に変える秘伝の方法を5つご紹介しました。1つ目は、50歳から人生の思い出を作っていくということ。2つ目は、月に1回、何でも許すデーを作るということ。3つ目は、Google マップで脳旅行。4つ目は、嫌な人との交流をやめて、嫌なことはしない。 5つ目は行きつけの店を変えるということでした。それでは次に2言で80歳でも脳が若い人は毎日〇〇を食べていたということを解説していきます。さて世の中には脳に良い食べ物、脳を若返らせてくれる素敵な食べ物というのが存在しております。というわけで早速本書で強調されている脳が若返る食べ物をぜひ皆さんにどんどんわかりやすくご紹介していきたいと思います。それではこれから これから紹介していく脳が若返る食べ物を最初にまとめて発表しておきましょう。80歳でも脳が若い人が食べている5つのものは次の通りです。1、プラズマ老ンたっぷりのあの海産物。2、見た目の若さを維持してくれる海の恵み。3、強力な抗酸化作用を持つあの魚。4、認知症のリスクを下げる要素を含む食材。 5. 老化物質を溶かす最強の油。 ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げてわかりやすく解説していきたいと思います。それでは早速一つ目の80歳でも脳が若い人が毎日食べているもの、プラズマローゲンたっぷりのあの海産物から解説をスタートしていきます。さて皆さん、認知症の予防に効果があるとされているのはプラズマローゲンという栄養素になります。このプラズマローゲンは 脳を活性化させ、認知症を防ぐのに欠かせない栄養素と言われていて、九州大学の報告によれば、プラズマローゲンを摂取すると、認知機能が改善するということが分かっています。 プラズマローゲンを含む食材というのは世の中に結構あるんですが特に著者がおすすめされているのがズバリホタテになりますホタテから摂取できるプラズマローゲンには脳に良いとされている EPA や DHA も含まれていて脳の老化を防止する栄養を効率よく吸収することができますまた ホタテには疲労回復に効果的なタウニーやアスパラギン酸なども豊富に含まれておりますから最近なんだか疲れを感じるとかいつも慢性的な疲れを感じているという人にぴったりの食材となりますこれを聞いている皆さんの中にもホタテは結構好きであるという方いらっしゃると思います美味しくてさらに栄養満点の食べ物ですから食べないのはもったいないと言えるでしょうさらにホタテには 高品質なタンパク質も豊富に含まれているのに加えてホタテには亜鉛 鉄、ビタミン B12 などのミネラルやビタミンも含まれておりますまたホタテには抗酸化物質であるセレンやビタミン E も含まれておりますというわけでこれを聞いてくださっている皆さんにはぜひホタテを積極的に食べていただきたいんですがホタテのおすすめの食べ方もいくつか紹介しておきましょうかまずおすすめなのが生で食べるということであります新鮮なホタテはそのまま生で で食べられます刺身や寿司のネタとして召し上がることができますまた生がちょっと苦手だなと感じる方はホタテをバターソースや ガーリックバターで絡めて焼くと豊かな風味を楽しむことができるでしょう。また、ホタテをバターやオリーブオイルでソテーすると外側がこんがりと焼けて中はふんわりとした食感に仕上がります。ハーブやレモンなどの風味付けを加えるとさらに美味しくなります。また、 ホタテを使ったクリームスープやシチューなどもおすすめであります。ホタテの旨みがスープに溶け込み、コクのある味わいを楽しむことができるでしょう。さて、それではここまでで一つ目の、80歳でも脳が若い人が毎日食べているもの、プラズマローゲンたっぷりのホタテについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次二つ目の、80歳でも脳が若い人が毎日食べているもの、見た目の若さを維持して くれる海の恵みについいてて解説していきますさて、先ほど、プラズマローゲンを含む食材として、ホタテをおすすめいたしました。また、他にも、プラズマローゲンを含む食材として、特に著者がおすすめされているのが、見た目の若さを維持してくれる海の恵み、ズバリタコであります。タコには、 プラズマ老ンに加えて、若さを維持するのに役立つビタミン E、血行を良くする内野心、肌を健康に保つ亜鉛が豊富に含まれております。 また、肥満防止効果があり、粘膜を保護するビタミン B も含まれていますから、見た目の若さを維持するのには抜群であります。というわけで、皆さんぜひ、新鮮なタコを薄く切って、刺身として召し上がってみてはいかがでしょうかスーパーに行けば、タコの刺身はほぼ必ずといいほど売っていると思うので、好きな人はそれを買ってきて食べると良いでしょう。あるいは、タコを使ってパスタを作ったり、煮物 ににしして召し上がるというののもおすすすめの食べ方になりますそれではここまでで2つ目の80歳でも脳が若い人が毎日食べている見た目の若さを維持してくれるタコについての解説を終わりにしますそれでは次3つ目の80歳でも脳が若い人が毎日食べているもの強力な抗酸化作用を持つあの魚について解説していきますさて ホタタテ、タコに加えてもう一つプラズマローゲンを含む食材をご紹介しておきましょう強力な抗酸化作用を持つあの魚ズバリ鮭であります鮭は プラズマ老ンに加えてピンク色の色素アスタキサンチンが含まれております。このアスタキサンチンは抗酸化作用がとても強くて老化の原因となる活性酸素から私たちを守ってくれる素晴らしい物質なんです。さらに酒には EPA、DHA も豊富に含まれているため、脳にとても良い影響をもたらしてくれます。鮭はとても美味しく、スーパーなどでも簡単に手に入りやすいでしょうから、ぜひ積極的に召し上がるということをお勧めいたします。それではここまでで3つ目の、強力な抗酸化作用を持つ鮭についての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次4つ目の、80歳でも脳が若い人が毎日食べているもの、 認知症のリスクを下げる要素を含む食材について解説していきます。さて、認知症になってしまう原因はいろいろあるんですが、甲状腺ホルモンの異常もその一つであります。 甲状腺ホルモンが少なくなることで発症する甲状腺の病気は認知症のリスクを高めてしまうということが明らかになっているんです。そして重要なのは、甲状腺ホルモンの数値が正常値の範囲内でも加減だと 認知症になりやすくなってしまうということです。ですから、認知症を引き起こす原因とならないように、甲状腺を正常に保つには、食事から甲状腺を健康に保つ栄養素である、要素をきちんと摂取することが重要です。要素は海藻類に多く含まれているため、ぜひ食事の際には海藻類を意識して摂取していただきたいと思います。そして、 海藻類の中でも、要素を特に多く含んでいる食材は、海苔、ワカメ、ひじき、メカブの4つが挙げられます。中でも海苔やワカメというのは、私たちの身近にあり、摂取しやすい食べ物だと思いますから、味噌汁やサラダなんかと一緒に召し上がっていただくと良いでしょう。さて、それではここまでで4つ目の、認知症のリスクを下げる、要素を含む食材についての解説を終わりにし、次に行きます。 それでは次、5つ目の、80歳でも脳が若い人が毎日食べているもの、老化物質を溶かす最強の油について解説していきます。さて、良質な油が脳に良いということは、今ではかなり常識的になってきました。中でも脳にとって重要な油が、皆さんご存知、オメガ3脂肪酸であります。 イワシ、アジ、サンマなどの青魚に含まれる EPA、DHA、あるいはエゴマ油やアマニ油に含まれているアルファリノレン酸といったオメガ3脂肪酸は老化を溶かす最強の油であると著者は述べています。 オメガ3脂肪酸は認知症の原因になる脳内のアミロイド β などの老化物質を溶かしてくれる働きがあると言われています。さらにオメガ3脂肪酸は脳の中にも存在し、脳の情報伝達の際に重要な働きをしているシナプスや細胞膜の働きを活性化してくれます。また、 脳の機能を高めてくれますから、加齢とともに低下する記憶力や認知機能の低下を緩やかにしてくれる効果もあります。そして注意していただきたいのは、オメガ3脂肪酸は酸化しやすい、つまり熱に弱いということであります。ですから、 摂取するには、エゴマ油やアマニューといったオメガ3脂肪酸が豊富な油を加熱せずに、サラダやその他の料理に直接かけて食べるといった工夫が必要であります。私はよくサラダをバクバクと食べているんですが、サラダにかけて食べるようにしております。あるいは野菜炒めも私結構食べるんですが、その野菜炒めにもかけて食べたりもしています。そして、イワシ、 アジ、サンマンなどの青魚に含まれているオメガ3脂肪酸も熱に弱いですから最も良いのはやはり刺身で食べるということであります生の刺身が苦手だという人であってもできるだけ低温で調理するということをお勧めいたします煮るや蒸すといった低温調理をしてできるだけオメガ3脂肪酸を壊さない形で摂取していただければと思いますそれではこの辺で二限の内容を ままとめておきましょう2件では80歳でも脳が若い人が毎日食べているものを5つご紹介しました1つ目はプラズマ老ンたっぷりのホタテ2つ目は見た目の若さを維持してくれるタコ3つ目は強力な抗酸化作用を持つサケ4つ目は認知症のリスクを下げる要素を含む食材5つ目は老化物質を溶かす最強の油オメガ3脂肪酸でした 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました